それではただいまから知事の定例会見を始めさせていただきます。本日は知事から報告事項はございませんので、早速でございますが幹事社からのご質問をお願いいたします。はい、幹事社 OHK の早川です。よろしくお願いします。本日4点ございます。順に、お願いいたします。1点目、台湾訪問についてです。24から27日の日程で台湾を訪れたと聞いております。今回は交流協定を締結している桃園市でのイベントに参加し、讃岐うどんや瀬戸芸のアピールを行ったほか、台南市政府も表敬訪問されたと聞いております。改めて今回の訪問の目的を伺いします。またどんな成果が得られたのか知事の所感をお伺いできればと思います。2点目は香川県議会の海外視察についてです。2015年度以降、香川県議会が実施したアジアやヨーロッパなどの海外視察12件は視察の目的が不明で単なる観光に過ぎず、派遣に伴う公金の支出は違法として県議29人に対しておよそ8600万円を返還させるよう県に求める住民監査請求がされています。それに対する知事のご所感をお伺いします。3点目です。公訴提起された自治体職員に対する人事権者らによる嘆願書についてです。先日酒気帯び運転をしたとして道路交通法違反の罪で公判中の三木町職員をめぐり、町長を含む職員120人以上が地方公務員法に基づいて失職しかねない禁錮刑を避けるよう求める嘆願書を地裁に提出したと広く報じられました。酒気帯び運転の事実関係は弁護側も争ってないということですが、今回のような同僚職員に対する嘆願書を自治体の職員が提出することをどのようにお感じになるか、とりわけ職員の処分を決裁する立場にある首長、首長を含む特別職が嘆願書を提出することをどのように感じるか知事の考えをお伺いします。最後4点目です。手島の太陽光発電計画についてです。手島の太陽光発電計画について住民が反対運動を進めています。県にも陳情に来ていると聞いています。県としてこの計画についてどのように対処されるおつもりでしょうか。また住民の反対があっても法令違反などの事業者の瑕疵がない限り計画を予定通り進めることは適切とお考えでしょうか。知事の見解をお伺いします。以上4点お願いいたします。はい、1点目の台湾訪問につきましては、今回桃園市政府主催の2017年、北区発火グルメ料理コンクールへの出展出席、また同じく桃園市において行われている地形芸術祭、芸術節ですね、芸術節国際フォーラム開会式に出席、さらには台南市政府等も訪問いたしました。そういったことを通じまして、本県の県産品あるいは観光の魅力、また国内外で高い評価を受けている現代アートの魅力などを台湾の方々にアピールするとともに、関係各機関と今後の台湾との交流の促進の取り組みなどについての意見交換を行いました。初めのこの北区発火グルメ料理コンクールというのは、北区というのは台湾の北部地区という意味のようで、総人口としては1000万程度の領域になるようですけれども、そこでのですね、いわゆる発火の客の家と書きますけれども、台湾には発火の人たちが多いわけで、その特徴的なグルメ料理のコンクールというものに私ども友好交流協定を結んでいるということで、今回お招きを受けて、この発火のミータイムという麺料理と讃岐うどんの対決といいますか、対決と称した交流、麺交流への参加、さらにはこの場所でのイベント、場所での香川県ブースでの讃岐うどんの実演、県産品の販売、観光情報の PR、こういったことを通じて、本県と桃園市の食文化の交流、さらには香川県および県産品の認知度向上に努めました。このグルメ料理コンクールにはおよそ1万5000人の方が訪れ、私どもが実演販売した冷たいぶっかけうどんも大人気で、予想を上回る550食を提供したほか、現地のメディアにも数多く取り上げられるなど、本県の魅力をこの桃園において台湾の方々に十分アピールできたと考えております。また台南市へも訪問いたしましたが、これは台湾観光協会の
楊貴蔵会長からのお勧めで、楊会長は5月末から6月にかけての日台観光サミットイン四国でお越しいただきまして、ずっと最後の日程までですね、各地を見ていただきましたが、その過程で香川県もですね、最初の方で琴平、あるいは後の方で観音寺栄でといったところをいろいろご覧いただきましたけども、そのお返しといいますか、台湾でもですね、台北だけではなくて、中部南部も見てほしいということが趣旨だと理解しておりますけれども、私自身台南市への訪問は今回が初めてで、いろいろ市内の状況などを直接把握し感じることができましたし、台南市長をはじめ関係者との有意義な意見交換も行うことができました。これからはやはり台湾全体の中の特に中南部からのインバウンドのプロモーション、また逆にこちらからのですね、アウトバウンドでも大変中南部にも魅力があるということをPR していきたいと、そういうことでインバウンド・アウトバウンド双方の促進に生かしていきたいと考えております。また順番的には最後になります、地形芸術節国際フォーラムというのにも出ました。昨年の瀬戸内国際芸術祭では来場した外国人のうち約 37% が台湾からのお客様ということで一番多かったわけですが、今回、この瀬戸内国際芸術祭もいろいろ参考にしながらですね、地形芸術節が行われるということで、その国際フォーラムにお招きをいただいて出席いたしました。実際にも拝見してですね、桃園市の北部、海側の地区で行われた、芸術祭ですけれども、いろいろと工夫がしてあり、まさに瀬戸内国際芸術祭と共通の、その地元の特徴を生かして、そして地元の人たちと一緒に作り上げている芸術祭だなと、大変そういう意味で桃園市の方々いろいろご苦労もあったようですけれども、素晴らしい芸術祭になっていると感じました。こうしたやり方につきましてもですね、お互いにそのさらに次に向けて参考にしていくことができればと思っております。なお最終日には香川県との間でですね、香川県観光協会と、共催で、いわゆる香川への旅コンクールを台湾の学生さんとから募集しているこの中国科技大学、台北にある中国科技大学を訪問いたしました。大変これも学生さんと直接お話をして、有意義な、訪問になったと思っております。2点目、県議会の海外視察につきまして、住民監査請求等が出た件についてありますけれども、この21日付で市民団体から監査委員に対し行った香川県議会議員の海外視察経費の返還を求める住民監査請求の要旨につきまして、監査委員から通知がございました。平成27年から29年度における県議会議員の海外行政視察にかかる違法不当な公金支出についての返還を求めるということなど、必要な措置を講ずる勧告を求める内容と理解しております。監査請求について請求の要件審査を得て受理された場合、監査委員による適正な監査が実施されるものと考えており、監査について私から予断を与えるようなことは申し上げられませんけれども、一般論として議会の海外視察につきましては、議会において海外の先進的な取り組みや文化資源等を視察調査して、そうしたものを生かして
本県をより一層良いものとしていくために必要と判断され、派遣されるものであり、議会でのご議論また政策提言等に反映されていくべきものと考えております。3番目の構想提起された自治体職員に対する人事権者らによる嘆願書につきましては、まず地方公務員は申し上げるまでもなく全体の奉仕者であるという自覚を持って法令を遵守しなければならない立場にありまして、本年2月に三木町の職員が酒気帯び運転により現行犯逮捕されたこの事案につきましては、本来このような不祥事は決してあってはならないことであると考えております。現在県を挙げて交通事故防止に取り組んでおり、酒気帯び運転、酒酔い運転についても県民一丸となってその根絶に努めているところであります。各市町長に対しても5月に開催した香川県市長庁会議の場などの機会を取れ、私からも直接こういった点ご協力をお願い申し上げております。お尋ねの嘆願書につきましては、一般的には情状酌量等を求めるために有志が署名を集め裁判所等に提出する場合があると聞いておりますが、今回の嘆願書自体につきましては私ども入手しておらず、その具体的な内容について十分承知しておりませんので感想は差し控えたいと思いますが、いずれにせよ三木町長がご自分でコメントされている通り、個人としての心情があるとしても公職にある以上法令遵守の責任を果たす必要がありますので、町の責任者として刑が確定した後は厳正な処分を下されるものと理解しております。なお私ども県職員につきましても飲酒運転を行わないことはもちろん、職員一人一人が交通法規の遵守と交通マナーの向上に取り組むとともに、勤務時間外の私的な生活におきましても常に公務員としての立場を自覚して行動するよう引き続き指導してまいりたいと考えています。4点目の豊島の太陽光発電計画につきまして、太陽光発電事業自体についてはご承知のとおり、本年3月に国において適切な事業実施の確保のための事業計画策定ガイドラインが作られております。このガイドラインでは地域との関係構築として地域住民に十分配慮して事業を実施するように努めることや、地域住民への説明会を開催するなど事業について理解を得られるように努めることとされております。事業者においては住民の方々への丁寧な説明を行うなどガイドラインに基づいた対応をしていただきたいと考えておりますが、豊島の太陽光発電計画につきまして、95% の豊島住民の方々が反対されているということは私ども承知しておりますので、ガイドラインに沿った十分な住民への説明がないまま現在進められているということについては望ましくないと考えております。県といたしましてもこのガイドラインの遵守について国に直接要望しているところであり、ガイドラインに沿った対応ができていないということは適切でないと考えております。私から以上です。幹事社から以上です。関連その他のご質問がございましたらお願いします。読売新聞佐々木です。先ほど出た話とはまた全然別個なんですけれども、今月のですね、県政香川の中で、9月号ですね、これ冒頭2ページからですね、豊島の参拝問題の、ことについて、特集が組まれているかと思うんですけれども、この中でですね、その香川で起こった環境問題ということで、繰り上げているのが、1980年代前半から豊島に、廃棄物が不法投棄され
兵庫県警が摘発するまで続きましたと、もうこの不法投棄のことについてはまあこれで済んでいまして、例えばどこの業者がやったのか、その過程でその県がどんなふうに関わったのか、住民の方はどんなふうに抗議されたのか、まあ、そういった部分がまあ完全に抜け落ちていて、まあ、その県が進めてきた事業について詳しく書かれているんですけども、まあ、これはね、この特集の中にも最後に出てくるこの処理完了に関する報告書、ちょっと僕は前からのいろいろ言ってたところと通じると思うんですけども、この目次立てがまさにその、そういう経緯のところがほとんど栄えていなくて、どのように処理したのかというところに主にページが栄えていると思ったんですけど、まさにそれのこう縮小版が、ね、こう出てきたとい う, こ う, ふうにとても感じられてですね、報告書もやはりこれに準じた、これをもっと詳しくした、内容のその業務の先方とか、やはりこれに近いようなものに、これはなってしまうというようなこう危惧を持ってしまったんですけども、そのあたり報告書では、もうちょっと詳しくこの何があって不法投棄されて、なぜ止めなかったのか、県はどのように何があったのか、何をすべきだったのか、その辺はもうちょっと詳しいことが報告書に盛り込まれるんでしょうか。佐々木さんの前からのご主張ですけども、まずその、まあ、広報で、そういった記事を出しているということと、また報告書での報告というのはまた別のことだと思っております。まあ、報告書につきましては、これから十分いろんな検討がなされていくと思っております。いろんなご意見もまた参考にしていきたいと思っています。ちなみに今回のこの県政香川の記事で、どういうゴミ問題があったか、理解、県民の方これを読んで理解できると知事はお思いですか。不足しているとか、こういうとこあるなとか思われないですか。私は特にそういう、まあ、記事の出来栄えについて、まあ、発行者自身は私の、まあ、県自体ですから、自分で評価するというのも、いかがかと思いますけれども、そんなにこう欠陥記事だとは思っていません。しかしこれを読んでも、その例えばこれを学校の教材としてまあ仮に使うとしたときに、その 5WHH の、ね、重要なところがほとんど欠落しているかと思うんですけども、この登記の経緯については、まあ、どこに手島に不法登記されたっていうだけで、あと他のことは何もね、誰がとかそういう重要なところ、どのようになぜとか、その辺がねさっぱり書かれてないわけなんですけども、今回の問題で一番大事なのはなぜ不法投棄されたのかというところであって、どのように処理したのか、もちろんそこはすごく大事なところでもあるんですけども、根本的にはなぜ起きたのか、今後起こさないにするにはどうするか、一番ねそれが今回の問題で教訓すべき部分だと思うんですけど、その視点が完全に抜け落ちてるかと思うんですけども、これ今度作る報告書ではその視点を、もっとちゃんと入れ込むというふうにね、こう知事にこう強いリーダーシップを発揮してやっぱりやっていただけたらなと思うんですけども、その辺は知事はどのように思いですか。必要性というところは、まあ、その点は以前から申し上げていますように、貴重なご意見として受け止まっておきたいと思います。他にございませんか。KSB の酒井と申します。これは岡山県職員の話ではあるんですが、先週土曜日にですね、強制わいせつで、岡山県の職員の方が逮捕されました。で現在も香川県の方の校長広報課にいるということで、この件に関して知事のコメントがいただけたらというふうに思いますが、まあ、そういった事件があったということにつきましては、私も報告を受けておりますが、大変誠に残念であると思っております。交流職員ではありますけれども、本県で勤務している機関で、現に勤務している中で、起きた事件であり、まあ、場所等は、詳しく承知しておりませんが、まあ、岡山での事件のようでありますけれども、県民の信頼を損なったことにつきまして、お詫び申し上げたいと思います。所属からは真面目な勤務態度であり、そういった事件について全く予期していなかったと聞いておりますけれども、今後派遣元の岡山県が派遣協定に基づき、この場合処分というのは岡山県側で行うということになりますので、岡山県との連絡を緊密にして対応してまいりたいと思います。いずれにせよ交流職員も含めて、私どもから他県に派遣している職員も含めて、県で勤務する職員全体が県民全体の奉仕者で、その県の奉仕者であることを自覚して、職務遂行の場合のみならず、
私的な生活でも法令を遵守するよう指導を徹底してまいりたいと考えております。他に質問ございませんか。山陽新聞の宇月です。今のに関連して2点伺いたいと思います。逮捕を受けまして、香川県の方に、岡山県の方から何がしかの連絡が あったのでしょうか。まずこれが1点と、もう1点は、香川県と岡山県では、職員さんの、交流を、以前から進めているところですが、この職員 その相互の、派遣について、今回の事件が何か影響を及ぼすということはありますでしょうか。まず岡山県の方から私どもの担当課に直接の連絡が第一報が来たと、ご連絡いただいたと聞いております。こういったことが起きてですね、その今お尋ねのような交流に、県間の交流に支障が起きるようなことがあってはならないと。やはりこういった交流というのは、そのお互いの資質向上のためにも必要なことであり、また相互にですね、臨検の状況を承知している職員がいるということは、いろんな災害等の場合も含めて重要なことでありますので、こういう交流はこれからも進めてまいりたいと思っております。ありがとうございます。他に質問ございませんか。読売の佐々木氏、たびたびすいません、ちょっと個人的なあれなんですけど、私ちょっと今日最後なんで、ちょっとまた改めて手島のことを伺わせていただいたと思うんですけども、なぜその入った経緯の部分は振り返る必要がないと知事はこれお考えなんでしょうか。その県がどういう瑕疵があって入れ続けてしまったか、そこは一番大事なところだと、なぜそれを必要ないとお考えなんでしょうか。別に必要がないとまだ私申し上げたことはないと思いますけれども、その今の広報にしてもですね、あるいは小学生中学生相手のいろんな解説等についてもですね、その性格なりに応じて、必要な記述等がなされるものと承知しております。今回の分にはそういう要素がないと思うんですけども、でもそれで問題がないというお話があったので、要は必要ないとおっしゃっていることになると思うんですけども、そういう検証については、その広報の記事については問題がないと申し上げたわけです。広報で県民にその改めてこの問題について考えてもらう中では、そこは特に必要な要素ではないと知事はお考えということなんですか。いや、それは皆さん読んでいただければお分かりになるんじゃないかと思います。読むとね、はっきり言うと、その言ってしまうとね、県がやった成果確かにすごい大きいですけども、そこばかりが誇張されていて、それ以外の県がその失敗してしまった部分ということは極力触れないようにしているとね、やっぱりどうしても取れてしまう文面になっているわけで、報告書も目次だって、もうこれまさにこういう感じで出てくるだろうなって、ちょっとこう悪く想像してた通りのものが出てきたという印象がどうしてもあるんでですね、これがやっぱり報告書に対して非常に不安を抱かせるようなものになると思いますし、手島住民の方も多分これを読むと非常に引っかかると思うんですけども、別段件の成果を誇張して書いているつもりもありませんし、何か極めてアンバランスな編集を行っているということもないと思っております。他に質問ございますか。四国の福原です。手島の太陽光の関連でですね、今知事県としても国に要望しているとご発言ありましたが、具体的に どういう要望をどこにされているのか教えていただけますか。要望内容はまさにこの3月にできたガイドラインに沿ってですね、これは太陽光一般に適用されるわけですけれども、この手島での案件についてもですね、それを遵守するようにしていただきたいという内容を、四国経済産業局および資源エネルギー庁に要望しております。他に質問ございますか。どうぞ。
NHK の中村です。海外視察に関連してお尋ねしたいんですけれども、知事が先ほどもおっしゃったように海外視察っていうのはこの香川県を良くしていくため、その県政に反映されていくべきものだと思うんですけれども、そうした中県議会の最大会派の自民党議員会が基本方針として海外視察を自粛するという決定をしたんですけども、この決定については知事はどのように受け止めていらっしゃるかお聞かせください。はい、決定というのが内容については私ももちろん承知、今のご指摘について、承知しておりますけれども、視察についてですね、特に海外視察について、議会において議決を経た上で行われるものですので、その内容についてですね、まず県民の皆様にご理解いただくよう努めていくと、そういう意味で報告書も出されたと聞いておりますけれども、そういったことが当然必要と考えておりますけれども、今議会においてはこの議会改革検討委員会を開いてですね、そこで海外派遣のあり方などについて検討を進めていくと伺っておりまして、その一環として議員会からも会派からも提案があったものと承知しております。これからいろいろ議論をして成案を得られるものと理解しておりますので、私からここの会派の提案についてですね、今ここでコメントすることは控えたいと思います。それでは他に質問、すいません、毎日です。三木町の話なんですけども、三木町町長さんがですね、個人的な心情で、署名、出されたということなんですけども、それについて そのコメントの感想を差し控えたいということなんですけども、その人事権者がですね、署名するというのはかなりちょっと意味が持つ意味が違うと思うんですね、私は。そうなると、もちろんその判決が確定した後にはですね、厳正に処分されるというふうにおっしゃっているようですが、その処分自体がですね、手心を加えたんじゃないかと、後からそういう疑いを持たれたときにですね、それをその疑いなかなか晴らすの難しいと思うんです。で、それで私はふさわしくないと思うんですが、そうすると浜田知事もですね、県の職員を、大勢の職員を抱えていらっしゃるわけですけれども、何らかのそういう不祥事があったときにですね、最終的には軽いものであっても重いものであってもその処分というのを決裁する立場にあると思うんですが、ご自身の立場でもしその県職員で、こういう、これに類するといいますか、何らかのその法に問われる事態があったときに嘆願書を依頼されたときにはやっぱり署名されるというふうな理解でよろしいんでしょうか。そういったそもそも事件実行があってはならないと考えております。酒気帯び運転ももちろん絶対あってはならないと考えております。今回のような事案でどうかというふうに聞かれれば、先ほど申し上げましたが、私の手元にはその嘆願書そのものは、手元にございませんで、いただいておりませんし、どういう論旨どういう内容なのかというのが分かっておりませんので、そういったことを知事も行うのか行わないのかと聞かれても大変お答えするのは難しいですけども、やはり、職員がこういった現行犯逮捕酒気帯びで なくてもですね、そういった不祥事は決してあってはならないと思っておりますので、厳正な規律の保持に努めていくことがまず重要なんじゃないかと思います。の管理ですか。厳正な規律の保持というのはこれはもう言うまでもないことであって、であとその酒気帯び運転というものがあってはいけないということ も言うまでもないこと、もちろん知事のおっしゃることも私も大賛成なんですけども、ただそういうそうは言ってもやっぱりなんか酒気帯び運転とかですね、交通事故とかそういうなかなか後を絶たないという現状があって、でもし変な話ですけどそういう事態があったときに、じゃあ知事はその署名をされる可能性がその論旨趣旨自体、によってはあり得るということなんでしょうか。私はなんかそのおっしゃっているその酒気帯び運転あってはいけない厳正な規律という点から言えばですね、どういう内容であれどういう論旨であれですね、そういう人事権者が署名するケースってありえないと思うんですけども、いかがでしょうか。
何かイエスかノーかでですね、そういうふうにお答えするような話ではないんではないかと、その嘆願書を出すということについて、その他の職員も含めてですね、いろんな心情もお持ちなんだろうと思います。三木町長個人としての心情に基づき、あくまで個人として行動したということでコメントも出されていると聞いております。それについて私、文面等々内容も承知していないわけで、それに関連するお尋ねということで一般論であってもですね、私がそれについてそれは出しても構わないとか、あるいはそうではないというようなことを申し上げるのは控えたいと思います。他に質問ございますか。それでは以上をもちまして定例会見を終了いたします。ありがとうございました。